ホラーナイト ST スタジオということで、今回久々にデッドバイデイライトプレイしていきたいと思います。皆さん見てもらえればわかるんですけど、私デッドバイデイライトにドハマりした結果、トップランクの1ランクまで来てしまいました。ありがとうございます。いやもうね、めちゃくちゃおもろいのよこのゲーム。やっぱ殺人鬼から逃げたりね、発電機になったり、まあ僕は両方ともプレイ好きなんですけど、まあ、ルールとしては発電機、まあサバイバーっていう逃げる側は発電機を5個つけて出口を開けて出れば勝ちということですね。今回はそのサバイバーでやっていくんですけど、まあ1ランクでちょっとねやり込んで少しは上手くなったと思うので、ちょっといいプレイが見せれればなということで、今オフパコ JP って書いてあるんですけど、これはタツキです。メンバータツキが、タツキと、ね、リボンがねちょっとなんかハマってるんで入りました。ちょくちょくこれからはリボンとタツキも一緒にプレイしながら実況をあげればなと思います。今回はタツキだけです。でタツキの音はちょっとってないので、次回からはタツキも音も、次回っていうかまあちょくちょくタツキとかの声も入れて、チームプレイでやれたらいいかなと思います。いやほんと久しぶりだからね、このホラーにねハマってるんすよ。さあ4人目のモレルちゃんが来ましたね。僕は今回メグトーマスっていうキャラでいきたいと思います。さああとは殺人鬼の準備が完了すれば殺人ゲームの幕開けです。さあ準備は整いました。でこのゲーム結構一人でもあげれるんで、僕結構ハマってること多いので、これ一人でやってたまにディズニーの映画紹介とかできたらなって思ってます。それではタツキがまだ初心者だから、タツキをね助けながら頑張っていこうかなと思います。ちょっとまだ知らないけど、このゲーム知らないけどちょっと楽しそうっていう人は、ちょっとその人、そういう人のために、今度初心者のやったことない人のためにちょっと分かりやすいガチでちょっといろいろ説明する動画も撮れればなと思います。本当にねやっぱホラー好きな人多いと思うんですよ。 ST はやっぱあの心霊現象とかでね、だからその分こういうホラーゲーム見たい人いるんじゃないかなってことで、みんなと楽しめればいいかなと思います。このロードが終わればスタートでございます。やってきましたオートヘイブンレッカーズ。それではやっていきましょう。ゴーゴーゴー。これ発電機を探します。あ、ありましたね。あ、たつきさんがいた。たつきさん、たつきさんついてきて。トーテムですね、これ骨みたいなやつが、これを壊した方がいいことがあると。光ってる骨があるんですけど、その光ってる骨があると殺人鬼が有利なことが多いので、で5個しかないのでこれはなるべく壊しましょう。おっと敵はレイス、透明になって、透明になってね我々にバレずに近づいてくることができる殺人鬼ですね。タツキやん、タツキがいきなり切られましたね。で2回切られたら終わりで瀕死になって吊るされるんですけど、3回吊るされたらもう即死です。ということでこのイベント中のお札付きの発電機を修理しようと思います。今タツキさんが頑張って逃げてると思うから、なるべくその間に俺がこの発電機を終わらせると。逃げる側は4人いるからね。グッド、タツキさん行かれましたね。行かれちゃいましたよタツキさんが。どうしよっかな、助けに行こっかな。敵もなかなかやり手だな。地下、たつきさん地下に連れてかれちゃった。地下はまずいぜ。さあデドバイの楽しさをみんなにね教えられるようにねやっていきたいと思います。もう少しでこの修理が終わるから、そしたら発電機がつくと。これを5個つければ生存者は出口に向かえると。えい、オッケー。さつきさんちょっと待っててくれたまえ。
これをつけたらガンダで向かうぜ。で、右下にあるのがパークって言って特殊能力、キャラが持ってる特殊能力みたいなもんなんですけど、僕がつけてるのが足が速くなるやつ、ちょっとね、と自分で回復できるやつ、あとは猫さんパークっていう、そのこっちに向かっている、こっちを見ていると分かるんですよね。おっとやばい、パークの説明をしている間にもう一人がやられてしまった。もう一人、たつきはちょっと他の人が言ってくれると信じたい。ちょっと俺はこの人行く。おー、たつき助けてくれた、ナイス、味方ナイス。絶対この人、達人鬼はたつきの方を向かうはずだから、うまく様子を見てあの人を助けると。そろそろもうあのたつきが一死んでた方行ってると思うから、さあ逃げろ、さあ逃げるんだ。ここで治療するのはまずいから、とりあえずつけてからにしよう。ちょっとごめんね、助けたいんだけどね。あ、じゃあ治療しちゃうか。いいよ、レイスは血を見れるからさ。ほら来てる来てる、猫さんがその半径何メートル以内にこっちを見ているときに反応するんですよ。で今違う人が切られてるんですよ。でも近いです。君直しきっちゃった方がいいよ、直しきらないと間に合うか。いや、この子意地でも俺は救ってみせる。よし、どっか行っちゃったな、あの子。つけき、なるべく逃げないでつけ切っちゃった方がいいんですけど、今敵がこっち来てますね、こっち見てます。はい、来た来た来た、つけ切りたいつけ切りたいつけ切りたい、はい、オッケー、よっしゃ、一発食らっても捨て身の発電ということで、こっから俺がターゲット取ってうまく逃げたいと思います。バンバン逃げていくよ。板ないかな、板倒れてんな、やべえな、これやべえ。板を探せ、板がねえ、やべえ、間に合うか。あぶねえ、あぶねえ。ここでスプリントバースト発動、ちょっとだけ足が3秒間ぐらいかな速くなります。でなるべくこう切られずに俺がこの時間を稼ぐことによって味方が安全に発電をできると、俺が身代わりになる。よし、あぶねえ、やべやべ、来てるね、絶対俺のこと殺そうとしてるな。おぶねー、おぶねー、おーしよ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 し、なるべく時間を稼ぐだろ。でも板がねえんだよな、この辺きちいな、やべやべ。はい、越えていく。おぶねー回られてたか。結構時間稼いでるね。もう発電機2個分ぐらいは稼いだから、あともう1個分ぐらい稼ぎたいところではある。どっちか来る、こっちか、よし逃げるぞ。はい、オッケー、フェイントしていく。さあ行くぞ、さあ逃げろ、スプリント発動、詰まった。おお、誰か発電してるぞ。逃げないと。やべ、ギリギリ、超ギリギリ。いた。おし、ナイス、いた。オーケー、レッツゴー。さあ、逃げろ。あそこにいたの誰だ、たつきさんじゃねえか。あそこにいたのたつきさんですね。さあ、たつきがつけ終わるまで、なんとか俺がターゲット取って、うまいこと逃げたいと思います。もうずーっと追ってきてんだよな、この人、俺のこと。さあ、こいでいく。よし。さあ、こうやってナイス、着きました。全部着くまでなんとか逃げ切りましたよ。さあどうなる。まずい、もうまずい、これはやばいぞ、これはまずいんじゃないか。おっと、うまいこと巻いたぞ。この毒毒が少なくなってったら敵は遠ざかっている証拠です。と、おっと、近づいてきた、いるな、後ろにいるぞ、これはやばい、きつい。お、味方が、たつきが来てくれた。お、スプリントバースト、ここでまさかの加速発動、これは逃げ切れるぞ。お、モレルちゃんも味方に来てくれてありがとう。よし、全員逃げ切れたんじゃないかな、素晴らしい、全員逃げ切れたっぽいですね。いやー、いいねー、だいぶ稼げましたね。
発電機 2.5 個分ぐらい多分逃げ切ったと思うんで、だいぶ味方は落ち着いて発電できたのかなと思います。やっぱね、このスリルがたまんないんですよ。はい、ということで全員で逃げ切ることができました。このホラーナイト ST スタジオということで、これからもデッドバイデイライトね、怖い感じでいいスリルを味わいながら皆さんと楽しんでいければなと思います。ということで、まあ、ちょっとホラー意識して意味わかんない格好してますけども、これからもタツキとかリボンもやってるので、一緒にやって、一緒にパーティーで連携取りながらやって面白いの撮れたらなと思います。なんかリクエストとかあったら、これやってとか、このキャラ使ってとか、こう殺人鬼側も見たいとか、いろいろあると思うんで、殺人鬼も全然僕結構やるので全然リクエストお願いします。ちょっとこれからはパワープロとね、デッドバイ、この2つ頑張ってみんなを楽しませていければなと思います。ちょ、深夜にね、ホラーナイトって感じでゆっくり見てくれればありがたいです。じゃあ、それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイビー。